はい、どうも、ひろとです。はい、どうも、しゅうてぃみでーす。お願いします。はい、というわけで、ね、サクサクいきます。行きましょう。二塁牽制の方法です。はい、前回一塁牽制やりました。やりました。時間が足んなすぎて、もう今回第二弾。第二弾。二塁牽制いきます。はい。やったことある？あんまりないです。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、行きますよ。まず、二塁牽制、プレー立ちます。リラックスモード。はい、そして、セカンドでもショートでもいいけど、まあ、サインがありますよね。まあ、サイン見ます。サイン見てから、キャッチャーのサイン見ます。はい。OK です。それで何秒とか何かこうあるでしょ、何秒何秒とかサインがあります。あるでしょ。そこでやり方としてはこう回りかこう回り両方ともいけるんで、こっからプレートを外してバンバン、 OK、 外して投げるパターンです。はい、はい、それともう一つ逆パターンね。逆パターン、こっから例えばセカンド入りました、イダが入りました、ショート入りました、ショート入った瞬間にこうやってこっから内ももを中に入れる、こうやって中に入れる。高校時代はこれで何回もね刺してるんですよね。そうで、これってさ、ピッチャーはこうやって投げるのと一緒じゃん。はい、足上げてで牽制って基本的にさ、これ足上げない方多いじゃん。多いです。その中で、まあ、高校時代やってんで、まああれですけど、ここからこれで刺すことが多かった。でこのやり方も、足を上げます、上げた瞬間にかかとを上げるで、くるってまで、そのつま先で回転するみたいなイメージ、はい、体重と同時にここからこういう感じ。こっからまあこうやっていますね。投げるときもあるけどね、うん、熱中症っすか、カメラマン。どうぞどうぞ。こっからね、こうやって投げるよって近くで投げる、どうか、もしくはこうやってこうやってギリギリまでこう顔はさホーム向いとく。もう気にしねえよ、別にランナーなんか、別にランナーなんか気にしねえよって、気にするよ実はみたいな感じ。首をすげえ大事、首すごいマジで大事、首って。ここで、お、投げない、見てるのに投げない、見てこう足上げてるのに、ワンチャンうまくいけばこう投げれるのに、投げるよって見せかけておいて投げない。スタートしづらいですよね。そう、こうやってこっち見てるのに投げちゃう。それがすごいこうランナーは引っかかるタイプ結構あるんで、多いんで、セタイプ結構いるんで、その2つかな、こっち回りこっち回り。あとはもうそれぞれのチームでショートセカンドとピッチャーでこう話し合って、このサインはこうセット入ってから何秒後に入るとか、はい、もしくは何秒がちょっとあれだったらキャッチャー見て、キャッチャーがこうグローブ落としたらとかさ、なんかこうしたら牽制みたいな、まあ、そういうのがまあ主流かな普通はね、まあ、両辺もやってるだろうけど、まあ、基本的にこう、そうで、これはなるべく早く頑張ってつなげないと、くるんって回る時間がちょっとこう無駄になっちゃうんでね。あ、なるべく早くバーって投げないと、このくるんってこう回ってる時間に、あ、やべえっていうのでこう間に合っちゃう、余裕でセーフになっちゃう。そうなので、なるべくこう下半身を使って、こう内転筋をしっかり使ってとかね、こう早めにこう投げる、もしくはこれもクルッと回る、こう勢いつけて、こっちで勢いつけて、はい、勢いつけて投げる、ちょっとやってみて、はい、リズム、リズム、リズム、パパン、パパン、バランス悪っ、それボークじゃない、バランスよくフォークですか、フォーク、これ、あなんか外すときって後ろ外しじゃないとダメじゃなかったでしたっけ。そうだよ、外してない、もうちょっと大胆に外していいんじゃないと。まだちっちゃいっすか、早くやるよ、次、どん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 
お前が投げてるの今セカンドのベースよりもっとセカンド守備ぐらいで取れるけど、真後ろ真後ろ真後ろ、いいよ早く帰ってすぐサインから、まだ後ろか不器用、今の再現してやるよ超不器用、今再現してやるよ、こうじゃん、目が白い見てんの今こうやって全然不器用じゃないです、じゃあ次反対のやつって、反対のやつ、反対のやつってわかりやすい、え投げる気あんの、投げる気あんの、だから投げる気あんの、じゃあこっち向かい投げてみて、え向こうは足上げればいいのに、もしくはもう腕がダメ、腕が、腕がもうこっち投げますよ、じゃん腕最後で、最後で最後で、最後で別に分かっちゃうじゃん、腕がもうこうなってる、これで同じようにこうやってやればいいんだ、こうやって同じようにここから回ればいいんだ、なので君の場合はもうここからもうすぐに、あーめっちゃ似てる今の、分かるか、分かるか、これ投げると見せかけてって言ってんじゃん、牽制じゃないから、もう堂々と堂々もうバカ正直に投げますよって言ってるもんじゃないんで、こっから投げるでしょ、これ投げるじゃん、はい、一生これと同じ、なんでそのまま投げるなって、ちょっと投げろよ、ちょっと投げてみて、普通にね、上げて足上げて投げてみて、足上げて、じゃあそれ、はい、じゃあ足上げキープして、足上げキープ、はい、牽制して牽制して牽制して、しっかり足上げて牽制して、なんでどう投げるの、こっからこうやってどっち投げるの、牽制するのどっち、だから、え、分かるよね、こっからこうでしょ、うん、俺はこうしろって言ってんの、投げますよって投げますよって見せかけてんの、見せかけといて投げませんとかさ、やるわけよ、分かる、君の場合はもうこっからこうやってんの、わかる、こっからこっからもうこうやって牽制しかない、いや、牽制しかない、牽制しかないな、違うな、それは素早くやんで、今の今の形は良かったよ、形はといった感じでね、まああの慣れない人もいますよ、こうやってね慣れない人います、話聞いてない人もいます、しかしね、意味を見てる人はしっかりできると思うんでね、はい、やってもらって、まあ、顔の位置すげえ大事なんでね、顔の位置顔の位置すごい大事なんで、はい、まあ、それは覚えてもらって、なんかこうチームでね、牽制が一番上手いとか、あの牽制をこう誰かに教えてもらう中ね、もうこの僕は知ってますよみたいな感じになればね、他のライバルとの差は結構出るんじゃないかなと思いますんで、はい、頑張ってください、頑張ってください、君も頑張ってください、頑張ります、はい、はい、投げるだけが全てじゃないからピッチャーですね、オッケー、はい、変化球投げれてコントロール良くてとか、いいまっすぐ投げて、それが全てじゃないから、フィールディングもあるし牽制もあるし、はい、それも頑張ってください、はい、というわけで今回は、二塁牽制の方法をご紹介しました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。
コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。顔こっちだよ。そう、そうそうそう、できてできてできて。足を上げて。オッケー。はい。